また大事なところですから、これアウトだともうチェンジですからね。そうですね、はい、これでドラゴンズのもしアウトになるとドラゴンズの今日の勝利はなくなるということになります。一瞬体が二塁に動きかけてから戻ってるんですね。ちょっと逆は疲れてますからね、木下高、あ、戻ってきました、判定セーフ、リクエストは失敗、残るベイスターズのリクエストの権利は1回。非常に際どいタイミングに見えましたし、審判団の協議の時間も長くなりましたが、判定変わらずセーフです。さあ、こういう間があった後ですね。いやですよね、ましては2&2、次は勝負球になるところですからね、はい。さあ2ボール2ストライク、次が6球目、ネクストに福留がいる中で粘りを見せている木下拓也。さあ三島は今度は一発でうなずいている。まっすぐだ、ショートの右、よく取った、一塁はあーっとセーフになりました。そして一塁ランナー高松は三塁を回った、バックホームに帰ってくる、タッチはセーフ、ドラゴンズ先制。記録はショートのエラー。いやー、野村さん、間があった後のワンプレーね、柴田もよく追いついたんですが、強い打球でセンターの前に抜けようかというあたり、ここは守備のうまい柴田がよく追いついて、記録は内野安打、そして悪送球での一塁ランナーのホームインということになります。まだ今度もまた打者走者の木下に当たってるんですよね。そうですね、海老名からのバックホーム。まあただドラゴンズからしますと、この俊足の高松をダイソーに起用して、その高松が一気に帰ってきて、まあ、この走塁が生きたというところですよね、いやー、本当に野球というのはよく間のスポーツだというふうにも言いますが、その間によってまたこうワンプレーというところの明暗が分かれたこの9回。